あのー、なんで真事と将棋さすのか、で、玄、え、土、ー、は何がしたいのか、ユ衣にもう一度、すねゆいというお母さんをもう一度息きからせて何をしたいのか、であと、何で玄土は神事に詰めたいのかっていうので、えーまあ、こんなことを考えてみました。で、あまりあの見,てない見てない人の邪魔をしたくないのでですね、えー、今回のやつは、まあ、ある程度広がっちゃうのはしょうがないと思うし、あこれはただ単に僕が。 こういうふうに思い、思ったというだけの話ですから、そうですね。まあ言ってもしょうがないな。え僕の考えはですね、あの、信じて冬月の子供なんですよ。本当に簡単な話え。エヴァンゲリオンの劇場版のこの話っていうのは、昼メロなんです。えー、安野くんが大好きな少女漫画を映像化したのを昼メロ、昼のメロドラマって言うんですけども、昼メロなんですよ。だからすべて血縁関係の <laughs> 因果関係のドロドロでできてるんですよ。で、 えー、それが何でかっていうとですね将棋のシーンですあの将棋のシーンっていうのはキャッチボールですで洋画でよく少年と大人がキャッチボールしてますねそうするとこれは父親と息子であるっていうメタファーになるんですねでまさかエヴァでキャッチボールさせることはできないんですよ。まず、まあ、インドアな性格というのもあるしあと何よりもキャッチボールってやっちゃうと親子だっていうことがはっきり分かりすぎちゃうから将棋を指す程度のことがいいんですねそれが見せて、 えっと、まず、冬月と、ええー、真二が親子だっていうふうなことを、こっそり分からせる。で、なぜか、限度も持ってない、もうすでに処分したと言われる、ええー、ゆい、お母さんの写真を、ええー、なんだろうな。あの、冬月だけを持ってるのは、あれは自分の彼女だからですよね。だからこそ、自分が写真をいつまでも持ってるんですよ。限度すら捨てた写真。で、じゃあなんで限度は冬月に対して、あ、 冬月はゲンドウに対していつまでもついていって、俺はお前のそばにいつまでもいるよって言ったのあれは BL でも何でもないです。あれは食材です。罪の意識があるからです。罪滅ぼしです。では、なんでゲンはゆいゆい生き返らせたいのか。ここまで話すると、もう気をつけ、礼。ありがとうございました。